目次、キーワード、場所、まとめ。竹子編の攻略チャートまとめやっていきます。まず上のところにね、木材があります。で、ここのロイヤーの前でメニューからアイテム、木材を使います。するとね、何かが落ちているようだが。で、これで手繰り寄せる。するとね、鍵を手に入れることができます。メニューでアイテム、ロイヤーの鍵を使います。でここでちょっと分岐があります。 ここに留まるってやったらバッドエンドです。今回はね、トゥルーエンドやるのでダッシュする。で、この先も注意です。青鬼が出てきます。こうやってやって、簡単な逃げ方は、こんな感じで、ここで待っております。そうするとこっちに来るので、上に戻って、入ります。すると右上にロッカーがあるので、ここに入ります。すると青鬼をね、巻くことができます。続きやっていきましょう。 キーワードの場所もね、まとめてやるのでね、この一番右の本棚、ドス黒い文字で何か書いてあるを、これもね、すべて集めていきます。先に進みましょう。先に進むと氷みたいなところにたどり着きます。これはまずこうやっていって、こうやっていって、こうやって行って、このままですね。で、これ上から2番目、もうそのまままっすぐ行って大丈夫ですね。下行って、 左行って、他のところはね、すべて落ちてゲームオーバーになっちゃいます。で、ここはね、上行って、右行って、下行って、左行って、下、右、下でございます。これでね、先に進めるようになりました。これはまあ、こんな感じで、ずっとまっすぐ行ってれば大丈夫なので、先に進むと小屋が見えてきたので、小屋に入ります。まっすぐ先に進みます。 ここでね、アイテムを回収していきます。まずここにね、赤い玉があります。この2歩先、ここでね、小瓶も手に入れておきます。トゥルーエンドを目指す場合は。で、この先にね、青鬼が現れます。ここに来たら、現れるのを逃げないといけない。これも簡単な逃げ方があって、こうやってここに入ってもいいんだけど、まあ、こんな感じに逃げれるんですけど、もし無理だった場合は、難しい場合はここに、 なんか回るところがあるから、こうやってぐるぐるして、戻って、この中、入るって感じです。まあ、どちらでもいいです。青鬼から逃げたら、まず青い玉を取ろうかな。左上のところ、ここにあります。でキーワード、ここ、ドス黒い文字で何か書かれていると入手することができます。左の方に行きます。次はね。で、ここにね、扉があります。ヒントがここに書かれております。 カレンダーですね、6月 JUNE、順ですね。で1に赤い丸、3 2青い丸が書いてありますで。ここのところはですね、くぼみのついた扉がある。ここでね、最初はメニュー、アイテム、赤い玉とか使います。で、J に赤い玉をはめます。青い玉も同様に使って、順だからいいですね。ドアが開いた。 最初と最後のところにはめる感じですね。で、ここにね、普通に何かあるロープがあります。左から2番目のこの棚のところに、スキーワードがあります。ここも回収しておきましょう。小屋から出たら、まあ、この辺に川があるんだけど、まあ、この辺でメニュー開いて、アイテム、小瓶を使います。これは後々ね、使っていきますのでね。で、組んでおきましょう。はい。で、左の方に行きます。 ここの棒の前でアイテムローブを使って折りますはいくくりつけるで降りれば OK です降りる降りたら中に入りますすると突然ねイベントが始まりますあと残り20秒落ち着いていきましょうまずここトロッコ古びたレバーがある引きましょうそしたらこの柱みたいなのが出ます この柱はね、ロープがないとねダメなんですで。ロープは外にありますので、こうやって取ります。ロープがある引っ張りますか？引っ張る。で、これで回収します。こうやって焦らなくていいからね。残り10秒もあるからね。こうやってちょんちょんちょんってやって操作が難しい人もで、ここは普通にタップすればね、もう普通に自然とロープを巻きつけるってできるから、アイテムから使わなくても大丈夫です。乗り切ることができたら右の方に行きます。 こちらの方ですね。ここの名簿もちょっとだけね、ヒントになっております。最後のキーワードを組み合わせるとき。青谷康夫で。キーワードここにもあります。この上のところ、一番右側の本棚、ドス黒い文字で何か書いてあるの、右側に行きます。すると、この辺はちょっと流します、今回。後でまた戻っていきます。で、右上のところに、ここ、あるんですけど、 これがね、先ほどのロッカーのところの答えで、角の数1、1たす2たす1たす1たす2、やります。で、右上、作業日っていうのが8月11日。これも覚えておきます。これも右側はまだ入れないので、まずは下の方に行きます。暗闇があります。岩がね、押せるんですよね。で、この上の方にキーワードがあるので、回収していきます。ここですね、ドス黒い文字で何か書いてある。 でここの謎解きに関しては、押せる石があるんですよね。この石。これをね、押していきます。で、右の上の方に、ボタンみたいなスイッチがあるんですよね。ここ、ほら。ここにはめ込みます。スイッチが入る音がした。下にもね、岩があるので、そちらもやっていきます。これ最初の入り口に戻ってきました。これ最初下からやった方がね、いいかもしれない。ちょっと二度手間になっちゃうからね。下の方はもう簡単です。一方通行だからね。 こんな感じに、右下の方にはめれば OK です。また上に戻らないといけないから。スイッチが入る音がした。これ下からも行けるのかな行けないよね。やっぱり上に戻りますね。上に戻ってきました。この上のスイッチを押した場所ですね。ここからこんな感じで行って、右のところに行ったらね、何かある。エンジニアブーツを手に入れた。これでちょっとまた入り口まで戻ります。次はね、 このエンジニアブーツを手に入れたので右の方に行けるようになっております。ここで履いていくんですよね。あ、そうだ、さっきのブーツ。で、作業員の日時、月、日。先に進むと作業日を入力せよと書かれている。先ほど見た8月11日だから811、答える。鍵が開いた。これで中に入れるようになります。 で、この右のところ、アイテムがあります。ハンマーを手に入れた。左の方にもアイテムがあるので回収していきます。こちらの棚にあります。火打ち石を手に入れた。これでね、戻ります。角の数を足すと7っていうのを覚えておきましょう。左の方、また戻っていきますね。ここの最初のところに戻ってきました。ここのロッカーに鍵がかかっております。ここがね、7で OK です。答える。ロッカーの鍵が開いた。 中に何か入っている。これスコップを手に入れました。これで掘っていきます。右の方に行きます。先に進んで、ここの真ん中のところで使います。ここだけ地面が盛り上がっている。な、何か埋まっているのかメニュー、アイテム、いろいろいっぱいあるんだけど、スコップで掘り当てます。地面をスコップで掘る。何か出てきた。すると何かの塊を手に入れた。メニュー、アイテム、ハンマーと何かの塊が だったらどちらを使っても大丈夫です。両方持ってる？何かの塊をハンマーで砕くで鍵が手に入るので先に進めるようになったので先に行きます。左の方ですね。下の方に入れなかったからね。こちら鍵を開けて先に進んでやっていきます。ここにもキーワードがあります。まあ、慎重に行けば大丈夫です。ここで12でここ右向いてタップするとドス黒い文字で何か書いてあるやで。この先の進み方はこの左。 入れるようになってますで。ベッドをタップすると、ベッドを動かした。ここれは。で、入って先に行くことができます。降りますか降りる。まず、右の方、やっていきますね。ここにね、あります。はい。ドス黒い文字で何か書いてある。し、これで全て集まったと思います。メニュー、ストーリーマップで確認しましょう。これが全て埋まってたらね、OK です。続きをやっていきましょう。 この右下のところここのタップ何かある「とこしずめの祭りの書」これで青神様をね納める方法が載っておりますのでね後からやってみましょうね。で次ここ何か書いてあるが途中から汚れて読めない未焼却遺体数これ燃やされてないやつ数えます24899体燃やされてないのでこの9っていう数字を覚えてこちらの扉の先に行きます。 で、ここの消火黒のところに、これで消火黒が開くのか。ここをね、9って入力します。9完了。答える。はい、火が消えて蓋が開いた。で、ここを蓋を開けると、鍵の型を手に入れた。次は、左の方をやっていきます。ここにもヒントが書いてある。ローマ数字の一覧表だ。ヒントっていうか、読み方ですね。これ知ってる人はまあ見なくて大丈夫です。で、こちらの方に行くと、 この上のところ、見てください、ここ。これが答えです。見ると、これがね、11と9。だから119ですね、数字。この先にね、入力する場所があります。ここ。ここに119と入力しましょう。答える。119。はい、答えましょう。鍵が開いた。この先に行きます。で、この右上のところに、トロッコ壊れたところがあります。 何かある。木材を手に入れた。入手することができます。で、あの光ってるやつもちょっと取りに行きましょう。この金庫はね、青銭が手に入ります。広告を見るとね。はい。何かある。針金を手に入れた。まあ、先作っておきましょうか。アイテム。先ほどの型と針金が入手できたら、使用するってやったらね。こんな感じ。鍵型の針金が入手できます。 で、青神様、収めるために、ここのでっかいトラック、タップすると、階段、隠し階段があります。この先、降ります。で、先に進むと、この儀式のところにね、到着するのでね、やっていこうと思います。メニュー、アイテム、知ってる人は読まなくていいです。このね、床こしめの祭りの書をね、読みます。行動にて作業を行う際は、床こしめの祭りを欠かさぬべし、 一度祈りを捧げれば、数国の間、青神様のご降臨はない。手順。一つ、果てのほこらに清水を捧げよ聖清水は雪解きの水がなおよし。一つ、果てのほこらの前で、薪木を組み、火を掲げよ火は石を用いること。一つ、果てのほこらにて金を鳴らせ、三回打ち、清水にて火を消し、二回打て。青神様の お答えがあれば、とこし沈めの祭りはなされる。そんな感じですね。だからまず、ここ、杯が置かれているアイテム、雪解けの水を使用します。はい、注ぐ。重要なストーリーですね。で、次は焚き火を組みって言ってたから、ここで組んでいきますね。メニュー、アイテム、木材、使用する。 組みましょう。で、火を起こします。メニュー、アイテム。この火打ち石ですね。火をつけましょう。で、先に3回鳴らせって言ってたから、ここの右のところ、古い鐘、何回鳴らしますか ?3 回。鳴らした後、左、これで火を消さないといけないから、これを取りましょう。 取る。で、これで火を消します。メニュー、アイテム。で、火を消しましょう。で、消した後、戻して、この右のところ、最後に2回鳴らして終了ですね。はい。まあ、本の通りで反応があれば OK。お、反応がありましたね。い、今のは一体。 これが成功です。先に行きましょう。ここの最初のところに戻ってきました。この下のところに行けるようになっております。鍵が開いた。で、ここのところに到着したら、トロッコに乗っちゃダメなんだけど、左のところに行きます。ここはね、トロッコを後で合わせます。こうやって押したらね、ほら、線路が合うでしょこれを全て合わせます。その前に、この左上のところ、 キーワードを全部集めてたら入れるようになります。入りましょう。こっちからやっていこうか。でここでね、キーワードを入力していきます。これはね、愛しの野草です。仮にこうやって間違えてみます。すると、あれ違うみたいだぞってやってね、消去法で入力することもできます。頑張れば誰でも見つけることができる。い、と、し、の、や、 で、OK、でオッケーす従業員名簿にも書いてあったよね安おってすると班長の母の走馬灯を見ることができますこれは昔ですねのどかですねすごく子供が生まれました これは雪解け水をね、汲んだところです。虫取り少年もいます。すごく平和です、本当ここで集会を開いておりますね。ここは、たけしが縛られてた場所です。 これも懐かしいです。たけしを助けに行くときに登ったところ、まあ、こんな感じです。で、この後注意ですよ。音がして、ガリオニが追いかけてくるので、逃げましょう。右上の方に行って、まあ、このロッカー入りたいんですけど、多分間に合わないから、こっちに行くのが確実です。こっちに行って、ガリオニが来るのを待って、はい。 こうやってもう一回入り直してすぐロッカーに入れば OK です。これで逃げ切ることができました。続きをやっていきましょう。キーワードを全部集めてない場合は普通の壁のようだって入れません。まあ、この辺はカットしますね。まあ、こんな感じにすべてやれば OK です。すべて線路を直したらトロッコをタップして乗っていきます。乗る。これでラストになります。ここは あっちから出られるのかなお、お前は、ローから逃げたやつだな待ってこれを逃げる感じになります。これが事実上のボス戦みたいな感じです。これ慣れれば簡単です。普通に逃げればいいです。この辺とかは今ちょっと遅くなっちゃったけど、別に遅くても大丈夫です。後半新しい人が出てきてから、もう差をつけたのが意味なくなっちゃうから。これもなんか滑る床で、こんな感じで。 ただちょっと追いつかれすぎてるな。<laughs> これは左に逃げます。下だったら行き止まりになる。待ちなさいってこの女の人の方が速くなっちゃうからね、ほら。で、ここまでは大丈夫なんですよ。この次が問題。ここは必死に早くやらなゃいけ逃がさんぞ。うわあ。ここはすぐ、こうやって逃げないと間に合わなくなっちゃう。なぜかって、ここでね、必ずドブンってなって、ドブンってなるから、2回なるから、こうやって逃げます。 はぁはぁ、あ、もうダメだ。走れない。最後は必ずですからね。上行っても下行っても二回足止めくらいます。アナロッカーに隠れよう。うくそ、あいつどこ行きやがったんだ大災儀の生きになんて名誉、めったにないことなのに。仕方ない。宿で寝かしている予備の客、あいつを使おう。 それしかねえな。も、もしかしてヒロシたちのことか俺が逃げられてもみんなが捕まるロッカーの外に出ますかこれはね、出るがトゥルーエンドです。お、おい、待て。あ、あんなところに隠れやがったのか。こっちに来なさい。う,う怖いな。みんな。絶対、 助けに来てくれよなこれで広支援につながることができましたゲームクリア他には3つエンディングがあるのでおまけにどうぞでは今回は出ないやってみましょういや今出ていっても絶対捕まっちまうこんな山の中なんて誰も助けに来ないよな もちろん俺が後からみんなを助けるなんて無理だ。なんとか俺だけでも生き延びよう。こっちに来るなら、こっちに来るな、こっちに来るな。帰っていった。ここからどうやって出るんだろう、でも。た、助かったのか最初のバス停に来ました。もうそろそろ始発が来そうだ。うん、バス、早く来ないかなうわびっくりした。<laughs> うわあバッドエンドになりました。失敗しました。この青神様の儀式をしてなくて、最後逃げ切った時のエンディングやっていきますね。ここまでは同じですね。青神様を収めてないです。すると、青神様なんて幸運青神様が来てくださるとは青神様大祭儀はもうすぐです。今、生き際は祭壇にで、みんな食べられちゃいます。 これが三つ目のエンディング。バッドエンドですね。あ、母神様。初見プレイの人は、これを見ることが多いかな。ギャー。大祭儀の見が減ってしまいます。どうかお見逃しを。うわー。い、言ったかいったかもう本当に嫌だ。なんで俺がこんな目に。 有名配信者なんて目指すんじゃなかった母ちゃん帰りたいよで結局たけしも食べられて終わります四つ目のエンディングは一番最初のところここにとどまるを選択しますちょっと待てよここからでも安全とは限らないよな私は初見プレイでこんな感じでやりましたね最初は そう、そうだ、あのロッカーの中で助けが来るのを待とう。なん、なんでこんなところにさっきは大丈夫だったけど、もしまたあの化け物がやってきてロイヤーを壊したら、お、俺もあの人みたいに頭から、い、嫌だ、嫌だ、し、死にたくない、死にたくない、誰か、助けて、誰か、誰か、早く。だ、誰か来た。ひ、ひろしたちなのかなで、出てみようかこれ最初びっくりしちゃった。 おい見張りがいないじゃないかん生贄もいないぞ逃げたかこ、これは、青神様がつまみ食いなさったか仕方ない。宿にまだ一人予備の奴がいただろう。あいつを使おう。そうだな、千歳のやつ準備がいいぜ。さすが、白木巫女の妹だ。ストーリーマップ、竹し編、夜中に目が覚めた、動物に閉じ込められた。ここですね、動物、 のののロイヤーかから出なっっったっていうのがさっきのやつでですねでキーワードもこんな感じで全て集めたら、この相馬灯が見れます。ちなみにこのキーワードの左のところ、これに、ここの場所にありますよっていうヒントになりますね。で、最後3つ。全員青に食べられた。ロッカーから出て生贄になった。ロッカーから出ずパス停で襲われた。以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。100%。 達成しました失礼します